What's your name? I'm Yui。 あれ本当にすっごい低いレベルで戦ってた。いやいや、ふざけんじゃねえよ。そうだ、いやいや、ほんとに。ようやく長い夏が終わり、秋が顔を出そうとしている。どうしたんですか急に。いやいや、なんか受け止めてますけど。そんな教育番組の始まりみたいになったんですよ。うるさいな君は。え、そうじゃないですか。まあ、今日の企画があるんですけれども、はいはい、それに今絡めてのご挨拶を今させていただいたということで。すいませんでした、すいません、はい。今回の企画はですね、はい、我々の秘められた文才を引き出していこうということで、うん、こちらです。140字小説を書いてみよう。4番 X の文字数上限が140文字で、はいはい、その文字数の中で書かれた小説が話題で、いろいろ書籍化もされているんですけれども、ね、30秒ほどで読めるっていうことなので、うん、その気軽さが小説などの長い文章が読めない、読む時間がないという現代人にマッチしているのかもしれないですよね。確かにね、サクッと読めると、はい、そうなんですよ、うん。小説もそういう時代になったんですね。そうですよ、ね。まあ、ちなみになんですけど、どんな作品なのか、はい、DMM ブックスでも販売されているこちら、はいはい、北条海さんの140字小説から参考にいくつかちょっとご紹介したいと思います。じゃあ例えば、チャイムに出ると警察が立っていた、うん、あなたの旧友である高橋さんが先日の同窓会の後されました。僕は驚愕した、うん。そこで当日の様子をあなたからもお伺いしたく、うん、ちょっと待ってください、うん、はい、同窓会があったんですか。あ、悲しい事件っていう。悲しい事件、うん、これちょっと面白そうだね。なるほどね。そう、うん、あ、その悲しさね、ちょっと自分のね、呼ばれてないということですね。あ、うまいな、はい。あと、ネイルを初めて塗ったけど、うん、最初に気づいてくれたのは彼だった、うん、もちろん彼氏じゃない、友達の些細な変化にもすぐに気づいてくれる。そんな彼だからみんなから好かれているのは当然だった。だからこれは私の片思い。でもある日、私の恋は恐怖とともに終わりを告げた。家の鍵変えたんだね。あ、なるほどね。これは初恋は恐怖の味という、ね、ストーカー的な、そういうことですね。タイトルもね、面白いですけれども、タイトルでもね、うん、気づかせられるっていうね、スッとするとか、ゾクッとするとか、落ちが重要ですよね。やるんですよ、まあ、やる、結構なハードルの高さですよ、これ。難しいくらいですか。競い合いましょうみたいな。基礎を教えてくれるその方がいらっしゃるとかね。じゃないですよ、ないですよ、もう3人だけポンと放り出されて、さあ戦いなさい、殺せよの戦い。ルールを決めてありますので。ルールあんの、はい、制限時間は5分、文字数上限は140文字なんですけども、はいはい、タイトルは組まない、うん、判定は番組スタッフ16名の投票で決まります。1回戦は3人から1人脱落し、はい、残った2人で決勝戦を行います。そりゃそうだね、そりゃそうだ、そうだけど、うん、ね、負けちゃえば1回でいいんじゃない。負けちゃえばとかじゃなくて、1位はやっぱ目指す。そうですよね、はい、何かあるんですか。優勝したら何かがあるとか。それはありますよね、ぶら下がってる人参みたいなのはないんですか。人参はない、はい、ないです。じゃあ負けたら何かあるんですか、それ罰ゲーム的なやつ。負けたら何もないです。何なんですか、このただただ揺らぐ。老後のたしなみみたいなやつです、これ。新しい遊び、うん。そうですよね。では、予選やっていきたいと思います。はい、予選のテーマはこちら。切ない話。切ないか。切ない。って言ってもまあいろいろできますから、ね、うん、泣けたりもしますし、うん、笑える切ない話もあると思いますから、うん、それでは5分間でいきたいと思います。用意スタート。うん、文字数も考えなきゃいけないもんね、うん、なんかドキドキするな、これ140字ってすげえ短いな、ね。あれでも読んでる感じだとね、結構あったけど、だから小説っぽいこと書いてたら終わっちゃうんだ。ああ、その説明とか ね、描写とか、描写とかね、確かに、うん、うわ難しい。できた。お、早い。140字ほんと書けない。うん、確かに、うん、確かに
何その今の感じかっこいいじゃん。横山ガッキーだおい。やば、どこだろう。じゃあ岩田さん行きますか。わかりました。作品を読み上げて最後にこの作品のタイトルは〇〇ですと締めてください。お願いします。はい、でも楽しみ、うん。番組収録の日、僕はたまたま誕生日だった。共演者の女性が楽屋にやってきて、今日誕生日ですよね、これとカップ麺一つを差し出した。ありがとうと受け取る僕に、彼女は誕生日なのは知ってたんです、知ってたんですと逃げるように去っていった。僕は48になった。おお、実はですね。はい。横山由依さんの。そうです。作品タイトルは知らなかったの方がしっくりくる。あれはどういうことだったんですか。本当に知ってたんです、知ってたんです、知ってたんです、知ってたんですってはけてったんですよ。何の俺の感想も聞かずに、カップ麺だけ残して。いや、そんなに小説フォローしていいの。小説してるの事実だもん。だって読んで終わろうよ、読んでね。ずるくない。なんかものすごい話してさ、360字は言ってるよ。いや、そういうことじゃないじゃん。その後のだと話もできるなと思う。なるほど、はい、じゃあやついさん、はい、お願いします、ね、はい、行きます。はい、仕事に行く道でいつも会う小学生がいた、うん、その子はいつも T シャツと短パン。もうすっかり冬になったというのに、うん、今時珍しいくらいの小学生。ああ、俺の子供の時もいたよな、うん、懐かしい気持ちになり思わず話しかける。いつも薄着で元気だね。その子は元気よく言った。これしか持ってないんだ。切ない、切ない。タイトルは冬の小学生です。元気だねって言ったら、うん、これしか持ってないんだ。あ、その明るささえも、切ないよ。明るささえもいい切なさですね。確かに。それは実話ですか。実話じゃないです。実話じゃないです。あ、すごい。さあ、それでは横山さんの、私の作品いきたいと思います。はい、What's your name? I'm Yui. 最近英語を勉強している。そんな時、海外に行く機会があり、ハンバーガー屋さんで英語を使うタイミングが来た。完成した時に名前で呼んでくれるらしい。レシートを見ると YOUEY という文字。今日から私は YOUEY。 タイトルは思わぬ改名。なるほどね。ああ、これもじゃあ実話系ですか。2人実話系だね。実話系だね。それでは判定に参りたいと思いますので、うんうん、スタッフさん16名いらっしゃいます。これは難しいね。どうやって投票するの。投票をお願いします。ただいま DMM ブックスではポイント還元を実施中です。還元されるポイントはなんと最大 50%。 還元率 50% の作品の場合、1000円買うと500ポイントが返ってきちゃいます、うん。この動画の説明欄に 50% 還元の対象作品一覧 URL を掲載してますので、ぜひ皆さんが読みたい作品を探してみてください。あ、結果出た。結果出ました。はい、どうなの。投票ありがとうございます。ありがとうございます。結果を、ね、発表していきます。お願いします。お願いします。よっ、待って、岩田さん3票、やついさん9票、よっしゃ、私横山4票。いや、でも1票差で、そうですよ。うわ、悔しいな、これは。接戦でしたね、ここはね。そうだね。いや、でも俺正直、うん、あの全票入ると思った。何でですか。ふざけんじゃねえよ。いいだろ。本当に、本当にあの、うん、あの本当にすっごい低いレベルで戦ってた。いやいや。さあ、それではやついさんと横山さんの140文字小説決勝戦でございます。はい、決勝戦のテーマはこちら、怖い話です。怖い話、怖いな、まあ、怖い話はよく聞いてますからね。もう怖い話はもう本当に聞いてますよ。はい、まあ、いろいろありますが、心霊的な怖さ、人間の怖さ、意味が分かるとゾッとする話などなど、はい、じゃあそれではもう行きましょう。制限時間5分です。待って、スタート。怖い話ある、怖い話ね、いろいろありますよ。短い分何度もね、その遂行できるというか読み返せるから、そう、作りやすいのかもしれませんね。5分って短いんでね、なかなかそこも難しいですけど、これはもう2人も一言も喋ってない、どんなね作品になってるか分かりませんね。終了でーす。さあ、決勝にふさわしい対決となるんでしょうか。さあ、まずは横山さんの作品からお願いします。
終電を逃した友達に付き合って3人で1皿299円の焼き鳥屋さんに行くことに。お会計のタイミングで彼女は言った。キュウリの浅漬け3人で割ったらいくらですか。始発まで付き合ったのに彼女は99円だけを払って去っていった。タイトル、これもまたこれは貸したいな。これはそうですね、まあ、これは創作ですよね。実話を元にしたあの創作。確かにね。確かにあるけどね。怖いよね。急にね、その感覚が、はい、急にそれだけをね、うん、言ってくるっていうのがね、はい、さあそれではこれはでも怖い、それに対するこれのは本当に怖いよ。やついさん、お願いいたします。その家の玄関には扇風機が無数に置いてある。壁には張り紙、顔に罰が振られ、勝手に入るな。なんだかやばそうな家だな、うん、ふと足を止め見ていると奥からなんかよ声が。怖くなりその場から離れる。おばあさんがおかしくなったのは隣の家の女がしてからだ。張り紙の絵の女はその人に似ている。張り紙の女です。どういうこと、私分からなかったんですけど。隣に住んでた女の人がしたんだけど、まあ、それはその女に似た顔めっちゃ怖いじゃん。が罰が振ってあって勝手に入るなってこう書いてあるっていう、そういう話です。そういう話にした。そういうのをしたかったんですけど、ちょっとこう、まあ確かにね、140字に5分の間だとね、ちょっと説明ができないんでね、うんうんうん、わこれどうでしょうね。いやでもどっちを取るかで、ね、まあ確かにね、まとまってないからね、うんからねうん、さあそれでは判定に参ります、はい、結果が出たようでございます、はい、投票結果発表いたします、はい、結果はこちら。おい、確かに横山さん12票、やついさん4票ということで優勝は横山さん。まとまってなかったから、そこですかね。そうなのか、これを機にちょっと文章をしっかり書こうかなって、思いましたね。読む人に伝えたい気持ちがちょっと出てきますね、うん、これでね。そうですね、うん、今回せっかくね、はい、作品を書いたので、まあ、私たちそれぞれの X に投稿しておきます。いや俺本当意味わかんないと思う。急にいやでもいいんじゃないですか、しなくて。140字小説は DMM ブックスで好評配信中です、うん、第2弾となります140字小説2、1話30秒の意味が分かるとゾクッとする話も配信中ですので、気になった方はぜひご覧ください。え、投稿します。いやでもいいんじゃないですか、しなくて。別にここまで乗ってきましたけど、もうちょっと遂行。